僕がアマチュアで試合をしていた時にディープのアマチュア大会に出場をして、でそれ の試合が認められて、ディープのプロの試合に出ることになりました。それディープではスタートから4連敗をして、最初勝てなかったんですけど、だんだん経験を積んで勝てるようになってきて、その当時まだフライ級がなくて、バンタム級で試合をしていました。そうですね、もともと体も小さかったので、バンタムにしてはちょっと体格も、負けているところもあったので、フライ級に変えて、本当に正解だったなと思っています。フライ級になってからはその体格が僕にも合ってるっていうのもありますし、あと、バンタム級の時から経験してきたこともどんどんつながるようになってきて、いい結果が出るようになりました。輪に出てる目的っていうのはチャンピオンになることなので、ベルトを取ってチャンピオンになることが目標です。日本で戦って経験してきたことを次は世界で見せるために、僕はワンと契約させてもらって、強い日本人がいるっていうことを世界の人に見せたいと思ってます。 Is he gonna choke him out? Yes he is! My word! What a win for Wada!